ミルズ型手榴弾は1915年にイギリスで開発された手榴弾である。ゴルフクラブのデザイナーであったウィリアム・ミルズによって発明された。スプリングで撃破するパーカッション式進化と暴発を防ぐ安全ピンや安全レバーという現代の手榴弾が備える3つの基本要素すべてを組み合わせた世界初の手榴弾であることが特筆される。 非常に優れたアイデアと性能であったため、特許権の取得を待たずに採用されたという経緯がある。外見は卵型で、取り扱う、際の滑り止めとして表面に、溝が刻まれている。新汗を打撃する激震は、海一手榴弾のような回転運動とは異なり、直線運動を行う。安全レバーは、玉柄の外側に沿うように成形され、激震の後端を保持している。 玉柄の剣部には、作薬を充填するためのネジによる線が設けられている。また、玉柄の底部にもネジ込み式の線があり、新艦はここから組み付けられる。有効殺傷範囲は、半径10メートルで、不標銃の銃口と手銃弾本体にアタッチメントを装着することにより、小銃敵弾としても使用でき、この場合は150メートル先に発射することができる。 初期には、小銃敵弾として使用する場合を考慮して、撃破してから起爆まで7秒と設定された。しかし、あまりにも長かったため、第二次世界大戦でのドイツ軍によるフランス侵攻の際、大陸に派遣されたイギリス軍兵士は、手榴弾を投げ返され、被害を被ることが多かった。そのため、後の改良で起爆時間が4秒に短縮された。1915年以降、 低価格化、火薬充填の簡易化、防水化など様々な改良が加えられた結果、ミルズ型手榴弾は初期型を合わせると大きく分けて、ナンバー5マーク1、ナンバー5マーク2、ナンバー23マーク1、ナンバー23マーク2、ナンバー 23M マーク2、ナンバー23マーク3、ナンバー 23M マーク3、ナンバー36マーク1、 ナンバー 36M マーク1の9種類存在する。番号の後の大文字の M はメソポタミアの頭文字である。これはイギリス軍が高温多湿のメソポタミア地方に攻め込むに当たってシェラックを塗布して防水加工したことに由来し、防水加工品を示す記号である。その他多くの派生型と製造会社による微妙な違いがある。その後、 1970年の L2 シリーズ手榴弾の導入後、1980年代までイギリス軍の標準手榴弾として使用された。今なお、一部の発展途上国などではコピー品を含めて使用され続けている。ありがとうございます。